8年の時を経てあのアニメが帰ってきた。先日2期の PV が新たに公開され、ついに働く魔王様の放送時期が決定しました。2020年7月放送、来年の夏アニメ枠ですね。このアニメはかなり人気の作品なんで、夏アニメの先頭を走るんじゃないかな。今回は2期が近づいたということで、働く魔王様の魅力を話していきます。そして1期と2期で大幅な作画改変されたことについても触れていきます。まずこのアニメを知らない方のために簡単にあらすじを話していきます。最初は魔王サタンが勇者に敗れます。そして魔王が現代日本の東京に行き着きます。この日本から自分がいた異世界に戻って再び世界征服をするために奮闘します。この奮闘がこのアニメの主軸となっていて、タイトルの通りこの魔王働きます。異世界では力と権力で全てのことができてしまいますが、この日本だと権力もなくお金が必要です。お金がないと飯すら食べれません。魔王は力で支配できるのではとなりますが、現代ではその力は使うことはできますが、使える魔力に制限があります。つまりいざという時にしか使うことができない。なのでフリーターとして働きます。ちなみにバイト先はマグロナルド。あとは日本に勇者が来てたり、バイト仲間ができたりします。要するに戦闘ありの日常アニメです。ここからは働く魔王様の魅力を話していきます。まず異世界ものでも人間が異世界に行くパターンは結構ありますが、異世界から人間パターンはなかなかないですよね。最近だとジャヒー様はくじけないとかも内容は似てますね。次に主人公の能力が万能です。これは魔王としてではなく人間としての価値が高く、まず日本語の習得が早い。ちなみに1話の最初では魔王語で話しており、映像の下に日本語字幕が付けられています。そして英語も覚えます。さらにアルバイトでは1ヶ月で昇格。働く仲間ともすぐに打ち解け、コミュ力も高いです。そして稀に使う魔王としての力は強大です。日常の中に時々天使などの敵が現れたり、他にもトラブルが起きたりするんですが、戦闘シーンは迫力があり、主人公はかなり強いです。登場キャラも印象的なキャラがいます。まず1人は悪魔大元帥アルシエル。この人は魔王の四天王の一人で知能が高く、人間界では家計管理や料理などを作りつつ魔力を取り戻す方法を探しています。次に勇者エミリア。異世界でも人間であり勇者です。魔王をこの世界に追いやった張本人でもあり、魔王を仕留めるために間違えて日本に来ました。勇者も日本ではただの一般人扱いなんで、テレアポの仕事をしています。そしてバイト仲間の佐々木千穂。この子は魔王のバイト先の後輩であり、魔王に好意を寄せていて、恋愛的要素や日常的要素の中心人物です。メインヒロインはこの4人で、他のキャラはネタバレになるんで雑になりますが、他にも悪魔大元帥の元天使ルシフィルというものがいて、一言で表すとバカです。釜月鈴乃といった見た目可愛いですが色々とバグってるキャラがいます。そしてモブだけど紹介したい話題になったキャラがいるんですが、7話で登場した超有能コンビニ店員。これは勇者エミリアがコンビニで買い物をしている時に不審者が現れたんですね。勇者ですらその不審者にやられかけますが、そこでコンビニ店員が登場し防犯のカラーボールを投げて撃退します。そして的確なマニュアル通りのエミリアへの指示が素晴らしかったです。これがモブキャラの本気です。こういったキャラたちによってただの日常ではなくテンポ感のある恋愛ありの戦闘アニメとして成立します。そしてここからは2期の作画改編について話していきます。正直9ヶ月前に2期制作が発表された時から賛否両論があり、批判の声も多いです。見てもらうと分かりますが、1期は左で2期が右です。少しふわふわした感じになりました。全然違うアニメになったわけではなく、現代に受け入れられる作画になったかなと思います。この作画が変わった原因の一つかもしれないのが制作会社の変更。1期が株式会社ホワイトフォックスさん、リゼロやゴチウサが有名ですね。2期はスタジオヘルスさん。正直僕はあんまり聞いたことないですね。ただこの作画がいいか悪いかと言われると確実に綺麗だと僕は思います。正直8年も経ってるんで、現代風の方が新規も増えて逆にいいんじゃないかな。古いアニメって絵の偏見で見られないんで、何よりもこの2期が制作されることに感謝ですね。という感じで今回の動画は終わります。まだ見てない方は今のうちに1期を見ておいてください。この動画が良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。